はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。はい、はい、ひよちゃれのロコです。今日はロコさんがコラボ動画を撮りたいというのと、はい、ちょっと一回こちら受けに来てみたいということでハッピーアワーとかで、そうなんですよね、はい、でコラボ動画、いわちゃんが肩もみしたりとか、ね、あのハロウィンの時ですね。そうですね、いわちゃんの方から出たがってるんですかね、うん、あ、そうです、そうです、はい、今日はどちらがお辛いんでしょうか。結構首とか肩がなんか張ってる感じというか痛くて、はいはい、結構猫背っていうかスマホ首みたいになってるんですよね、うんうん、ちょっと前に来てるんですよね、はいはい、それで結構痛くて、はい、あとも腰もちょっと張ってる感じが、はい、はい、かしこまりました。今日は、基本の30分とタッピングと温熱クリームの豆腐をご希望ということで、はいはい、そういった形でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとおかけしますね、はい、まず基本の30分の方から先始めますね、はい、だいぶ首がやっぱり前に、そうですよね、髪を下ろしてるとあの分かんないんですけど、はい、こうくくったりすると、はい、なんか動画とか撮っててもめっちゃ首前にしてる、はい、結構ショックですよね。ショックですよねやばいみたいな、そうなりますよね。やっぱお背中張りがかなりありますね、うん、ちょっと肩と腰とってことなんですけど、はい、ウェイトとしてはどちらの方が気になりますか。やっぱ肩は、肩、やっぱ首もあれですもんね、はい、前に来ちゃってる分、はい、ここがすごく張りますよね、うんうんうん、よく行かれるってことは割とあれですか、慣れてきてますかね。慣れてきてると思います。腰加減どのぐらいがよろしいですか。で今ぐらいで大丈夫ですか。はい、はい、なんか強い弱いやったら教えてくださいね、はい、特にやってほしいっていうかその、うん、肩甲骨周りとかになりますかね。あ、そうですね、その辺なんか首とか、うん、首とか、はい、あ、その辺めっちゃ痛すぎますか。いや、大丈夫、大丈夫な範囲ぐらいですか、はい、はい、そうですね、来ちゃうとちょっと呼吸がやっぱ浅くなったりですとか、そういうのは感じてないですか。あ、なんか首がちょっと曲げにくいかなっていう、うん、右左に倒した時に、はい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 、どっちかがちょっと息にくいな、あ、なんかあれですかね、突っ張る感じで、うん、そうですね、これ以上ちょっと曲がらない、うんうん、倒した時ですね、はいはい、ピヨッコはいないんですね。ピヨッコはいないですね。出るときはちょっといられない感じですかね。最近もでも人になってきてるね。あ、本当ですか。はい、そうなんですか、はい、知らなかったです。
がちょっと痛いですよね。ちょっと痛いです。あ、いや結構な、腰は結構歪みが、出てます。この辺でちょっと怪しい。ここは少し右左くねくねがあるんですけど、ここから下でぐーっと右に行きますね。だからだいぶ右の方が高いですね。これで、ね、だいぶ違いますね。こことここで、この右の高さでいくと3本分ぐらい指幅分違っちゃってるので、だいぶ右高くて右に流れてますね。足だからちょっとこちらの方が右の端っこ近くて、こっちの方が左の端っこまで遠いですよね。そうですね。そうですよね。で、まあ、真ん中で合わせるとこんだけ、これ結構な幅高さなんですよ。これだけ違っちゃってるっていうのは、かかと合わせようと思うとここまで持ってこないといけないってことなんで、かなり歪みはありますね。結構多分長年のものになりますね、これだけ違うってことは。スカートと回っちゃったりしますよね。スカートが、回っちゃいません？コックの位置とか、あるかもしれない。は出ると思います。あと、なんだろうな、肩掛けとか左右同じようにしづらいとか。そうですね。なんか、カバンとかはいつも左の肩にかけちゃうんですよね。右にするとなんか気持ち悪いというか違和感ありますよね。右の側面伸ばしますね。辛くないですか？この辺のことって今まで行かれてるところです。ご指摘されてないです。本当ですか？結構大きく分かりやすく出てましたよ。恐ろしい。そうですね。後で画面で確認してみてくださいね。長年じゃないですか？結構長年です、本当に。そうですよね。慢性的になると、歪みもどんどん広がっていくので、やりにくいですね。外側には倒れやすそうなんですけど、内側に行きづらいっていうのがあって。ちょっと痛いですね。ちょっと痛いです。ちょっときついですかね。股関節の可動域調整ですね。股関節と肩関節っていうのが結構関わりが深いですので、足のむくみとかだるさとかも感じませんか？そうですね。なんかでも首肩に意識が気を取られて下までなんかそうですね。でもやっぱちょっと足もかなりお疲れなんですよ。ちょっとこう、すごい気持ちいい。そうですよね。だいぶ足も下に溜まっちゃってる感じがあります。でまあやっぱその股関節を調整することによって下肢の血流良くなってむくみだるさも改善するので、特に左の方が状態良くなかったですね。そうかもしれないです。その辺が痛いですね。結構痛いですね。その辺
けで右足左右揃ってますよね。本当だ、はい、うん、かかと結構角質出やすいですか。そうなんですよ、カチカチになってますよね。ここ骨盤の反射区なんで、うん、腰が良くないみたいですね、やっぱり。今ここ揃ってるの分かりますかね。あ、本当ですね。ここからそのままこうきますよね、うんうんうん、さっきこう感じで全然違ってたんで